南アフリカ航空201便墜落事故は世界最初の商業用ジェット旅客機に起きた一連のコメット連続墜落事故最後の航空事故である。英国海外航空のコメットマーク I1954 年4月8日南アフリカ航空201便は英国海外航空からリースされていたコメット1型機で運航されておりイギリスのロンドンを出発して 南アフリカ共和国のヨハネスブルグに向かう飛行計画であった。しかし当日の201便は、前日、経由地であったローマのチャンピーの空港からの出発前点検で、翼上パネルのボルト30本が緩んだ上に燃料系統にトラブルがあることが判明したため、出発見合わせとなっており、25時間遅れの18時32分にチャンピーの空港を離陸し、 回路に向かっていた。19時5分に回路の航空管制等に回路への到着時間は21時2分と送信した直後の19時7分頃にナポリ南東のストロンボリ島付近5 0トル沖合のティレニア海上空高度3万フィートを巡航中に空中爆発し墜落した。この事故で乗員7名と乗客14名の21名全員が死亡した。 空中爆発直後に航空管制官が201便に何度も通信を試みたが返事がないため遭難したと判明した。この時の無線通信を傍受していたドイツのラジオ局によって事故の速報が世界中に流された。翌日に英国欧州航空のアンバサダー旅客機やイギリス海軍所属の空母イーグルと クチクカンダーリンなどの船舶と空母関西機アベンジャーによる空と海からの大捜索が行われたが、いくらかの漂流していた機体残骸と5名の遺体を収容しただけに終わった。その後、犠牲者1名の遺体が海岸に漂着した。事故機は1952年の製造から2年しか経過しておらず、飛行時間は2704時間で、飛行回数もわずか900回程度であった。 しかし、コメットは、当時の航空工学では判明していなかった、余圧胴体の金属疲労によって、クラックが発生し、最終的には針を刺された風船が破裂するように、クラックから一気に噴出した、余圧空気が胴体を引き裂く、空中分解が発生したのが原因であったと、判明した。201便の墜落現場の水深は1000メートル近くも、あり、当時の技術では、 サルベージできないとされ回収されなかったが、先に全く同じ状況で墜落した英国海外、航空781便の機体検証や、実機による実験によって、空中分解のメカニズムが判明した。詳細は、コメット連続墜落事故を参照のこと。ありがとうございます。